スビエタは、スペインバスク州ギプスコア県の町、地区。サンセバスティアンとウスルビル2つのムニシピオに二重、所属しており、ギプスコア県の北東部に位置する。区域全体がウスルビルの内部に収まっているため、サンセバスティアンから地続きではない飛び地である。イリサ氏がこの地区の末端にあり、橋をまたいで区域外と接する。通称、スビエタ・ウェンディ。この区域一帯で標高が、 最も高く、チャルダチュルとも呼ばれる。スビエタの名前は、バスク語で、橋のある場所という意味で、オリア川を橋で渡らないとたどり着けない場所、川が離れた村落を結びつけていたからだと考えられている。とりわけ同じオリア川流域の薄るルビルとの関係は、この川なしではありえなかった。中世後期までのスビエタに何かの権利を持つ住民や共同体があったのかは、判然としない。 スビエータメンディに多数の巨石が残存しているが人間の居住時期を示す手がかりではない。元来住民が皆無だったと思われるこの区域が初めて文献上に現れたのは1371年でサンセバスティアンの教区や報道に連なる集落となったが1390年までにはウスルビルとも同様に附属関係を結んだ。1495年には 土地の所有権を持っている人間の情報が文献記録に現れた。公共的な道路が存在し、美しい山々があることも記述されている。大地と家は手入れが行き届いていて、川の土手沿いに住居が並んでいた。だが集落は団結力に欠け、二つの町の政治力に翻弄されて移住するものも多かった。1499年の記録に、 スビエタ住民がウスルビルの町と話し合いの場を設けたことが記述されている。16世紀に入って、ウスルビルとサンセバスティアンの間で政治的に板挟みになっていることが記述された。これは20世紀に再燃する。1813年、サンセバスティアンよりのすびエタ区域にアイスプルーアという名の先制君主が現れたと言われる。彼はナポレオン戦争で英国、 ポルトガルなどの軍事的上陸を迎撃して、サンセバスティアンの街の再建を助けることにした。1813年の8月31日、ウェリントンを率いる A ホレン号軍がサンセバスティアンに猛烈な火を放った。街を破棄するかどうか真剣に話し合われた後、スビータの支配者と住民は復興に助力することに決めた。これは、 サンセバスティアンの近代化に貢献したと言われている。この会議が行われた家は壁の会議という名で記憶されている。その後また記述は途絶えるが1857年に次の文献記録が現れた。スビエタの教会教のスビエタ地区ははっきりと人口が増加して町らしい雰囲気を持っている。町の教会は二つの門を持ち、一つの門は サンセバスティアンに戸籍を持つ住民専用。もう一つのお門は、ウスルビルに戸籍を持つ住民専用である。農場の質は素晴らしく、建築は町を代表するものである。ベリディア・ラーマンデギ、アリリ、アイスプラ農場、スワスティなど。1849年時点では、スビータの最高の工場と言われていたアイスプラ工場の跡地は、現在では、 木の生い茂る森と化している。だが、ビリアボナコアレキン、オイアルスウンなどの美しい場所も残っている。夏には、これらの場所に限りバスクペロタが行われているのを見ることができる。また、この町は、バスク州で数少ない競馬場がある。ラサルテ競馬場は、1916年に最も盛況であった。バスク州の他の小規模な市町村同様に、零細農業を営んでいる。 しかし、折あ川流域にあって土地は肥沃である。工業、製造業も小規模であり、生産現場は人口がある程度集まっている場所に限られる。第三次産業は最も有望であり、レストランの数が多く、サガルドが人気である。これは1990年にできたアバストス市場でも売られており、またサンセバスティアン産の果物、野菜も店先に並んでいる。他には、 スビータ練習場、3、セバスティアン私立競馬場、職業訓練学校のために来訪する人々の消費がある。先制君主は過去のものとなったが、20世紀に再び独裁者が町長となった。1970年にペダンレアという人物が町長の座につき、彼の議会は優秀だった。スビータの自治権も上がって、さらにサンセバスティアンとウセルビルに、 町の代表者を派遣するようになった。だが、1975年にフランシスコ・フランコが死亡すると、ペダネア町長氏はそれ以来、影が薄くなった。その時までスビエタの大半が一人の町長に支配され、議会は彼の道具であった。スビエタの議会は独裁者なしでも、行政機関として過去にない仕事ぶりをするようになった。だがスビエタの独特な地位は、 1990年代に危機に陥った。どこのムニシピオに所属する地区なのか、はっきりしろという圧力にさらされるようになった。ウスルビルもしくはサンセバスティアンが最有力候補だが、この状況はむしろ住民の自治意識を促して、所属先を選択するための住民集会をすることが期待された。1987年から2つの自治体はスビエタに接触を続けていた。 当初は何の合意も得られなかった。1992年からは交渉を通じて現在まで続くある程度の進展が少しずつ出てきた。だがサンセバスティアン側が提示したプランはスビエタにとって問題が多かった。いくつかの土地はサンセバスティアンの官民が所有権を持っていたがスビエタ全域が 薄るビル内部にすっぽり収まっているため飛び地化してしまうのである。地続きでないことが最大の問題だった。そのため、両自治体は、軽装をはじめ、地図上の境界線、領域が何度も変わったり戻ったりした。この軽装状態は、すびれた住民の生活にも迷惑をかけた。都市圏に組み込まれていく過程で、帰属先確定のためのいくつかの前提条件が提示された。 境界線の確定、土地所有権の配分率、これらの条件をはっきりさせることで、スビエタは最終的に行政機構の自治を取り戻した。だが、土地の所有権はまだ制限が少しあり、開発計画と互換性があるように決められている。住宅建設計画は多数の公共サービスの一環として行われており、自治権を維持するため町の計画を実行する義務がある。 生活に必要なインフラが不足すれば、住民も計画参加を嫌がるだろう。ありがとうございます。